ミニチュアの地球儀の印刷をしてきました。ピンタレストで出てくるんです。ミニチュア地球儀、ちょっとアンティークにしたいから茶系にしました。あのブルーじゃなくて、このちょっと写真印刷するとツヤが出るんで、であの底の部分がこれくるみボタンの上の部分で、この木を切りました。こう短くで、これは細い細いと、こういうのにこう当てて曲げると曲げやすいかも。こうやってね、この球体はあの100均ダイソーに売ってますね。でこれをさっき切ってたんですけど、こうこの切るんが大変やったから先に切っときました。こうギリギリを綺麗にね切らんとダメやか、こう慎重に。こうやってで、ワイヤーも芯のワイヤーね、ここに針で穴開けたんですけど、これも穴開けるの慎重にしないと、ここで割れてしまった、さっき。でこれ後で切りますけど、これもまだサイズ感分からへんから。でこれは割り箸、スーパーとかでコンビニでもらえる割り箸を切りました。これくるみボタンの、もう全部家にね材料あったんで、これだけ印刷してきました。で中に貼っていきます。こうやってね適当に、こんだけ貼っとったらいいでしょ。こっからなんですよね、これとこれこうつなげるの、ほんまにどうしよう。ここにこうのりしろつけといて、こうかぶす。ここボンドでつけました、さっき。これとこれを茶色に塗ります。あ、これも塗らなあかん。ここにアルミなんでちょっと弾くけど、2回塗りぐらいにしたら大丈夫と思う。2度塗りしたら、難しい。ここに入れると、
あ、いけるか。見てください、ほら。ちょっと回る。こっちでもいいか。ここにスパンコール貼った方がいいね。で、こうやったら滑らかに回るんで、こっちにも。よいしょか。これぐらい斜めがいいかな。これぐらい。つけすぎやな。テープで折る。これで。いい感じ。2本これかな。